シラクーザ県は、イタリア共和国シチリア州に属する県の一つ。県とはシラクーザ。シラクサ県とも表記される。法制上の位置づけは、2015年に従来の県からコムーネ自治組合に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシアディシリクザと新設された、リベロ・コンソルツヨコムーノリーディシリクザが、 別項目になっているが、便宜上双方をシラクーザ県として本校で扱う。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。シチリア東東南端に位置する県である。東と南は地中海に面しており、東側はイオニア海と呼ばれる。県とシラクーザは県中部のイオニア海沿岸に位置し、カターニアから南南東へ。 約 51km、ラグーザから東北東へ、約 53km、メッシーナから南南西約 127km、州都パレルモから南東へ、約 206km の距離にある。北をカターニア県、西をラグーザ県と接する。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば、人口2万人以上の都市は以下の通り、 シラクーザ県には21のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。県内には、以下の世界遺産がある。パンターリカの岩壁墓地遺跡は、フェルラとソルティーノのコムーネにまたがる遺跡で、紀元前13世紀から、紀元前7世紀にかけてのネクロポリスである。 また、白草の古代から中世にかけての都市遺跡が合わせて登録されている。バルディノートの後期バロック様式の町々には、シチリア島東南部の八つの町が指定されており、シラクーザ県の町ではノート、パラッツォーロアクレーデが含まれている。ありがとうございます。